はい、どうも。山盛りです。弁当を包んだりして持ってきて殺菌効果があるんで、それで使った歯なんだけど、今ではほうば味噌なんていうやつで有名なんだけど、今は地辺にとと書いてほうって読むんですけど、昔は包むという字を書いてほうと、これはそのほうっていう名前の由来は、あの木は油気が多くて、あの刀が錆びないように刀の鞘にした刀を包むというところからほうという名前が生まれました。そういう名前の由来が。